はい、大ごまんちゃうかでございます。さあ続きをやっていきましょうか。ノーキングです。どうも参加できるのは結局日々ノーキングなんかドキドキすんね。俺は別になんともないけど、ノーキングの声が震えてるだべ。それがやめるだべ。当たり前だろ。これまでみんなが震えはどうなる決まりなんだ。ドキドキしてないはおかしいだろ。そうだろってなかったかなって、生きたことしなかった。それは2時間に超えるんだ。この遅いおかしいはないかったんじゃない。まさか出場が認められなくて大荒れとかそういうことになってるだべ。みんな弱気ないせいでしっかりしろ。またしたな。みんな喜べ。我が今度夏の大会参加ぜひ認められた。やったー。監督の帰りが遅かっただね。みんな心配してたね。ヤーザーさん、お祝いにケーキデモと見繕っていたらこの時間になってしまったな。ずるっ。お祝いってのはすぐケーキだろ。あれ、お前ら全員和菓子か。この商品うまいぞ。そんなもんいらーん。これから大変なんですよ。次の日、うわ、眠そうなのすがしらしいんだ。なんだ、校門の前に障害で生きてるぞ。カメラまではある。おい、来たぞ、あなたのキャプテンだ。なんだ、囲われちゃったぞ。君、野球部のキャプテンだよね。ちょっと話が聞きたいんだけどいいかな。ちょっと待って、あなたたち一体何者なんですか。おい、僕は東西新聞の記者をやってるんだ。うちは毎朝新聞の社会部。俺は週刊記者って何の用ですか。まだまだ女の層に男が一人、異色の高校甲子園を目指す立派な記事になるじゃないか。というわけでみんな、クイムを待ってたわけ。ぜひ取材協力お願いするよ。さすがだけ君、彼女がいる。まさか、選手のこと付き合ってるとか。何ですか、いきなり少しは節度。おっと、その顔、リーシーね。カメラやめろ。やりづらい、これ。この人は本当、話が通じないぞ。まさか。まさか、つって。もうね、そういうの本当大変ですよね。強行とも少ない。多くはさすがに、もう部室の中入ってこないと。追いかけられも話だめ。写真とかバンバン撮れるし、テレビカメラまで来てるし、外に出るのは怖いよ。これは練習どころじゃないぞ。はい。大変なんだよね。何？ああ、自分たちが仕事していることの大きさがすごいということだね。さあ、だいぶ上がるんじゃないでしょうか。はい。67か。あ、B ぐらいになりたいな。よし。ベンチプレス！ダイ！やべえ、やっちゃったよ。大丈夫か？なんとか。おお、よかった、筋肉。ああ、筋肉痛か。いやー、何があった。ああ、いいや。それはいいわ。あ、そっか、ランパー終わりか。あ、ランパーまだ続いてたんだっけ。てっきり忘れてて、休もう。やる気上がればいいんだけどな。もうそれはしゃあない。よし、筋力ベンチプレス。レッツゴー。イエー。頑張ります。練習ボール、みんな隠しちゃダメだよ、精神。精神ポイントいらないからいいです、どうせ。こっち、旅館の人に失礼だろ。ね、しかしマスコミやんでくると思わなかった。完全に計算外で、カメラマンなんか許可なしでワンマン写真撮ってくるし、下校中に追いかけられたこともあったんや。マスコミとは協定を結んだが、それでも衣もとない。そう思い切って合宿をすることにした。いいね。そう、これ、野球合宿の穴場？まずいるかにどう思うのも忘れずにな。温泉街にこんな立派な球場があるなんて。町おこしにプロ球団のキャンプ地誘致をぶち上げた慣れの果てだ。おかげで合宿するのに十分な成績で野球に集中できる環境あるわけ。なるほどね。ちょっと滑舌悪くて。あっと、進藤くん。なんだっけ、何、あ、いや、柿の森高校という、なんか、共同合宿みたいな感じじゃなかったっけ、確か。だよね、こういって色があって、飛ばして、うららって、一打席勝負やるみたいな。一打席勝負か。わかりました。じゃあ、なんとかします。一打席ね。OK。進藤くんに対する一打席。まあ、パー C ですから、僕は。ちょっとごめんなさいね、席から結構ファッパと進めちゃって。やっぱり、よいしょ、最後。うい、ボール、ムービングファストか、結構厄介だな。よし。はぁ、ダバーガー、ラナウーバーカー。いやー、ダメだよ、今のスライダー。ダメだ、ストレート待つべきだった、本来。くっそー、やらかした。痛いぞ、今のミスは。うん、しょうがったよな。くそ、ん？え？勉強会に参加してもらう。一打席言い出したのは監督の最後の席持ってください。とほほ。すみません、監督が合宿で寝っ込んでしまった。なんか、あ、でもやる気上がるんだったらいいよ。どうせ、あ、でももうちょっとなんか評価、なんか上がったんだろうな、いろいろ。なんか、プラスポイントみたいな感じで。ちょっとミスったな、それは。どうした？え？どうした？え？ニコリンが機材の下敷きになった。出されてくれ。大丈夫かな？大きなやつでよかったよ。ふうにお手伝いどころが練習の邪魔しちゃったです。しゃあない、しゃあない。うん。ちょっと疲れ。
お前許さねえよ、何言ってんの、ちょっとしゃあないじゃねえ、体力使わせたお前、その分ちょっと責任取れや、この野郎。お前体で払ってもらうかな、後で待っとけこの野郎。まあそんなことはいいとして、すいません、ちょっとちょっとカットになってしまいました、失礼。上がってるね能力。しかし本当に、あ、新しくなった、古いのいるか、何があった、守備はいい、あーでもまあ関係ねえんだよな、どうせ。で、昨日は内野うん、さあ、んどうした、なっちゃいつも綺麗だなっつって、ホームが綺麗だって話で、ノーキング今は絶対わざとでしょ、そんなことないよ、それほどなっちゃの早急は正確で綺麗なんだ、魔の投手出身だから当然は当然、そうか、フォーム、それでフォームが崩れないんだ、あのコンバートの時の地獄は本当にひどいなった、誰も話させたくない、なんとなく教えてって言いづらい雰囲気だけど、どうしよう、教えてもらう、あえてここで、なんでその言い草は、ノーキング野球はそういうのないわ、野球バカ、超厳しい、でもまあ練習開始、もうね、あ、よっしゃ、技術ポイントちょっと上がった、いいね、なぜ抽選会始まるぜ、ちょっとだからちょっとだけパーッと流しますね、やばいやつって、こういう場所に早く帰りたい、あれ、聖ジャスミンの連中じゃないか、本当に女子バカなんだな、キャプテンハルム状態じゃん、初戦はあそこと当たりたいよね、一番の弱者のはずだしよ、本当と当たったら超ラッキーで、いいかって、好きかって言い放題ですよ、ネコリンゴリップクー、もう負けない、君たち3に戻るぞっつってね、もうほんと碇くんはいい子なんだよ、こういうのね、なんか手加減なしで行かせてもらえると、本当こうスポーツマンシップというかそれ以前に好き、うん、男だけど惚れちゃうね、こういう人は、文部高校の館なんかもなんか出てくるような感じなんだよな、もう結構いろんなやつ出てくるんだよな、やばいや、ちょっと待ってガーっていきます、ん、初戦は乙女高校か、乙女学園か、なるほどね、同じ学園系列、同じって言っちゃう、あ、これ行くな、あ、えい、あーダメだ、 B に行かない、くっそーダメだ、ちょっと休む、いや、何パーセント、 7% なら行っちゃうよ、よいしょ、技術ポイントがしかし欲しいな、本当にね、え、だって入ってないでしょ、あー欲しいな技術ポイント、ちょっと休もう、ノーキング相談があるの、何でしょう、改まって練習量もっとも増やせないかな、突然だな、早川さんには悪いと思うとかあんのかい、当然僕はあくまでプロ野球を目指して野球をしてんだから、プロ行くためにもっと野球練習はしたい、チームだって甲子園に目標があるんだ、今の方がいいはずはない、まあまあ確かにね、うん、私は反対と、確か練習を増やすだけだ、そう、練習量を増やすだけじゃ怪我をする人数増えるだけ、それで自己管理できない部員の方も問題ある、その人間一部になれない、うーん、難しいよねこういうのって、広くいい投手だと思ってたけど意識が低すぎる、確かに考えて意識が低いした、悔しい、何、ヒルピーは同じ女性だけど身体能力が僕よりずっと恵まれてる、球速球威スタミナどれも僕が手に僕が欲しても手に入らないものばかり、上目指している甘んじるの姿も嫌だと、納得いかないと、そういうのは嫉妬かもしれないけど、でもそういうのは嫌だってね、もう私が欲しいものあんた持ってて何言うとんねんって悪いみたいな、そういうことでしょ、うんしょ、ほっスイッチ自分に入って寝入りやってね、キレが悪いと、脂肪のこと言っちゃダメだよ、ランニングに行くよ、頑張って、ノーキングも行くの、文句言わないさ、行くよ、1212カロリーゼロ脂肪、うん、カロリーゼロ脂肪を燃やすとこー、変な掛け声、2時間ついた、結構頑張ったな、あー技術ポイント欲しいな、でも結構上がった、さっきの、で上がったはずだから、どれ、ほい、70で、1,2,3,4 A にしたいな、どうせやったらね、 A です、 A 目標は、だから技術ポイントが欲しいんだよ本当に、それお願いし、本当にお願いしますわ、あ、練習も足りない、くそー、精神ポイント下がっちゃったぜ、練習後さあどうだ、明日大会始まる、明日から大会です、残念ながら、5番ファースト、あ、来たね5番、4番が多分ミオちゃんなのかな、まあそれは行きたい、はい、翌日ね、地区大会1回戦頑張ります、ちょっと頑張ります、乙女学園、お互い同じくね、元女子校ということで頑張っていきたいと思います、それでは次回へ行きたいと思います、自分の打席のみプレイで頑張っていきますね、それじゃあまたねー。